青木クリスチャンです。トレーダー奥村です。本日なんですけれども、ボクサー、自分に投資ができるかどうか、それで変わってきますよ。ですね、本当にもうどれだけ自分のボクシングの強くなるために投資ができるかと思うんですよね。そのまあ道具もそうなんですけれども、いい道具、怪我しないためのいいグローブ、しっかりとしたバンテージ、アンド知識、フィジカルトレーナーにお願いするのもそうですし、本買って自分で勉強するのも、その代金は自分で投資、あとはマッサージガンとかケア系のものを買うのも自分への投資、未来の自分のための投資がどれだけできるかと思うんですけれども、大事ですね。大事ですね、うん。まあ、そこでちょっと投資を間違えるってことはそうそうないと思うんですけどね、そのボクシングに関して。本当に惜しまず自分に投資した方がいいですね、うん。投資してるとボクシング終わってからの生活でもプラスになりますし、真剣に考えてやってることは常にプラスになっていくと思うんで、地方にいるとき、いろんな方いたんですけど、ボクシングにそんなお金かけちゃダメだよ、そんなボクシングかける価値ないよ、はい、っていう方は結構いたんですけど、はい、そういう方は多分成功を目指してなかったですね、うん。なんで本当にその金をかけて強くなれるんだったら全然あれだと思うんですね、うん。ドーピングではない。いや大事だと思いますよ。やっぱり何にしてもやっぱり、ね、普通の会社に勤めててもやっぱりこう上に行きたいとなると自分に投資して勉強して、そうですね、で海外旅行、世界を回りたいって言うんだったら自分でまず、ね、英語を習いに行ったりとか、そういうのもそれも全部投資ですし、だからボクサーは自分に投資は惜しまずしないと世界は絶対取れないんですよ。本当にどう投資、まあ投資だってそんな何百万何千万っていう投資じゃないので、うん、コツコツでいいんですよ、ですね、本当に。自分は毎回のファイトマネー入ったら、その何パーは絶対ボクシング用に、はい、もう儲けたんですね、はい、金額いいと思います。 その方がですね、これはボクシングに使えるっていう、これはボクシングに使える、はい、新しいグローブ買ったりとかって、はい、実質グローブ1個買ったらもう大体ウィニングだったら5、6年持ちますね。持ちますよね、5年とか、はい、持ちますし、なんでそんないっぺんにまた買うことはないんで、最初だけ高いんですけど、最初だけウィニングで取り揃えると大体7、8万いくんですけど、大体5年間は使えるんで、そうやって思うと全然全然いいですよね。しかも怪我しないっていう、しかもちゃんとした丈夫守ってくれる、自分の仕事の道具、拳を守ってくれるっていう道具なんで、しっかりそこにはお金がかけて、少しむとですね、逆にお金かかったりしますからね、怪我したりとかして、自分に投資することで、帰ってきます、うん、それは本当思いますね。絶対帰ってきますね、はい、だからそこをできないとなかなか難しい、その厳しい言い方すると、ね、なんとかなるだろうって思ってやってると何ともならないんで、そんな簡単なもんじゃないんですね、ボクシングって。やっぱり人生でもそうじゃないですか、やっぱ人生で成功しようとするんだったら、とにかく自分に投資じゃないけど勉強するのもお金いるし、でいろんなとこ行ってその何でも知識を得るのもお金いるんで、やっぱりだからおしまいそこ最初は自分にしっかり投資してやること大事ですね、ボクシングでも。なんで本当にこうそんな生活カツカツになるぐらい投資はしてないですけど、はい、本当ちょっとでもファイトマネーがいいファイトマネーだったってこうちょっと余裕が出たら、例えば自転車で通ってたのも、うん、ちょっと電車で帰ったりとか、はい、まあ、都内の電車になるんで、はい、まあ、本当自分も最初の頃はそんなカツカツちょっとあんまり余裕がない時はもう最初に自転車で通ったんですけど、はい、でちょっとまあやっぱファイトマネーで稼いでちょっと余裕ができたら電車に帰って、はい、せめてちょっと途中までは電車、はい、で帰りは途中までは自転車とかで、はい、やるだけでも実その自転車その
自転車を漕ぐ両力をボクシングの練習で使えるんで、使えるんで、全然よくいろんな方いるんですが、やっぱボクサーだから日常的にこうエスカレーター使わずに行くんですか、はい、あの自分の場合は全然エスカレーター使います。なんならエレベーター使います、はい、いいと思います。でその代わり練習でみっちり、はい、そこで消費しなかった体力をみっちり練習に注ぎ込む、そういうちゃんと思考があれば全然いいと思いますよね。あの本当にどこでその自分の体力をしっかりフォーカスやるかだと思っています。ですね。それを言えるのは地方でいろんなトレーニングして、はい、いろんなきついボクシング以外にきついことをしての、はい、ボクシングやってたからこそ言えますね。結局トビでめちゃめちゃ体力頑張って振り絞っても、ね、はい、夜の練習が全然身に入らなければほとんど意味ないですもん。きついっすよね、トビの方ってやっぱ大変だと思うんですよね、やっぱり。だってやっぱ夏場とか逆にもう汗かいてもうスタミナなくなって、そうですね、そっからボクシングの練習って結構ハードっすよね。だから動くのはできるけど考えるって多分思考停止してると思うんで、なかなかあの身になってるかっていうのと厳しいですよね。体は動かしてるけど身にはというのは、なんでもうトビの仕事終わって練習行ったらもう、はい、とりあえず考えたらもう何を練習するかじゃなくて、はい、とりあえず服着に着替えて動けば勝手に動くって思ってます、はい、もうでも勝手に出せば、あ、もうこれで、もう改善も何も考えなかったです。もっとこうすればいいな、こうすればいいなっていう考え全くできないです。できないですよね。もうだって疲れまくってるんで、なんだったらもう。とりあえず動くだけ。とりあえずもう仕事ってジム行ったら OK。いいイメージですね。着替えて動けばそれでいいみたいな。そうそうね。もう学校行ったら勝ちになるとね。とりあえず行って動けばいいっていう。ああ、でもまあ。でもある先輩が言ってたんですよ。はい。ちょっとだるい、疲れたと思ったらとりあえずジム行こい、動くからって言ったんですけど、今は意味ないあんまり、まあ、動くけど、はい、そんな何をして練習するのかって考えてないので、ただ動いてるだけなんですね。だからその練習はもう頭で切り替えて、その時にそういう場面がある人は切り替えてただ動かす、とにかくまあ基礎体力作るじゃないですけどやって、本当はやっぱりしっかり休んで脳がすっきりして、あの考えられる時にしっかりとした練習しないといけないですね。だから絶対多分みんながみんなボクシング一本で生活できてないんですね。そうやってやっぱり結構体力仕事をされてる若い子たちもいるんで、そこはちょっと切り替えてやってほしいですね。なんで本当に、なんで本当はっきり分かるのが、その地方にやってるとがむしゃらにやってました、はい、それでも結構成績は収まりました、はい、で今はそれ以上に年を取りました、うん、もう20代、10代から始めて20代も過ぎて今30代前半もう半ばになって、はい、なんですけれども衰えはまず全然感じてないですし、はい、逆に進歩を感じてる、はい、でも進歩を感じてるっていうことはちゃんと効率よく考えながら練習してるからできてるってことですよね。しっかり考えて、そんな無駄な、そんながむしゃらにやらずにしっかり何を課題にして動いてるのかっていうのを考えてるからこそ、やっぱ全然年に関係なく動けてる。いや本当そうです、動けてるし、結果今日本一、そうです、ね、これ結果が表してますよね。そうですね、うん、だからでも地方の時代のその練習が全く意味なかったかっていうと違いますね。ああ そのことなんですね。それがあったから多分そこそ今のいろんなことが分かってるんで、そぎ落としながらいいものですよね。だからそこのバランスは大事ですよね。そうそうそう、なんであの地方の経験があったからこそ今のあり方も分かりますし、あの時の経験があるからこそ今の知識がありますね。若い時はもう失敗を恐れず、とにかくまずがむしゃらにしっかりやって、そこからちょっと削ぎ落としていってっていうのもいいと思いますし、ですね、挑戦です。挑戦ですね。いろいろやってみてください。本当に思うのが、あの
科学者が、はい、人間は失敗を 89% 対応できない、 89% 対応できなくはない、なるほど、なので 89% は対応できる、なるほど、はい、結構高い確率で適応できるから、どんな失敗も恐れることなく挑戦しろっていうことなんですけれども、そうですね、でも本当に今までいろんな先輩を見てきたんですけども、はい、あのそういうお金の面でもカツカツな先輩を見てきたんですけど、はい、大体人生何とでもなるなって思う方も結構見てきました。いや、何とでもなるんだって、なるっすよね。しかもこの日本だとなんとかなるじゃないですか。なんとかなるんですよね、うん。海外だとまずいですけどね、その、そうですね、あの国保とかないですもんね。そうですよね。だから一社行くと何十万もかかる、そうですね、何万もかかるっていう。救急車呼ぶだけでお金かかったりしますからね、海外ってやっぱり、はい。だから日本でね、そんなに失敗を恐れる必要はないと思うんですよね。うん、ある意味ラッキーだと思うんですよね、日本あの、うん、にいるってことは挑戦しやすい、うん、そうですね、環境だと思います。どんどん挑戦していきましょうよって、うん、はい、思います、本当にですね、はい、やらない後悔よりやった方がの後悔の方が断然いい、いや、マジで それも経験ですから ね、本当に人生経験してなんぼだと思うんで、はい、経験しないままね終わるっていうのはもったいない、はい、うん、行きたいところがあれば行けばいいし、はい、皆さん挑戦しましょう、俺も今後も挑戦します、どんどん挑戦していきます、また次回お楽しみに、おっす。